はい。皆さんお疲れ様です。K です。今回はですね、来週の水曜日に行われます、大井2000メートルジャパンダートダービー2023の前頭診断の方をやっていきたいと思います。はい。えー、いつも通りの内容で前頭診断をやっていくんですけれども、SABC で評価ですね。で、えー、今回評価のポイントは、基本2強ということ。 地方同士中央同士での格付けはほぼ終わっているということですね。それに加えて、過去10年、30頭、馬圏内にいますけれども、30頭中25頭が JRA 組というところで、基本的には JRA の方が成績がいいというところは、重視しておこうかなというところです。天気が若干不透明なんですけれども、両場での開催を一応想定して診断いたします。 では、地方組からやっていきたいと思います。1投目、ゴールドラッドマンです。C 評価になっております。えー、繰り上げでのね、出走登録になっております。前々そ、クラウンカップで、後方からの競馬になったとはいえ、えー、負けすぎでしたね。えー、ちょっとメンバーレベルが今回も上がりますので、苦しいかなというところで C 評価になっております。2投目、 えー、ドラケンですね。C 評価です。えー、前奏がゴールドラッドマンにね、半端に先着して、えー、賞金を加算して、ここに出走という形ですね。えー、メンバーレベル次第ではね、十分買える馬だと思います。まあ、ゴールドラッドマンもね、そうなんですけれども。まあ、でもね、えっと、羽田杯でミックファイアにはね、もう乾しておりまして、えー、まあ、さらにそこから1段階メンバーレベルが今回上がりますので、まあ、厳しいかなというところで C 評価です。 はい。えー、ヒーローコールですね。B 評価になっております。えー、フクリュースティックスの3着で、羽田杯東京ダービー2着ですね。えー、十分すぎる実績があると思います。世代が違えば圧倒的だった可能性すらあるというふうに思っております。しかし今回は相手が悪いですね。えー、ミトのミックファイア、2強を相手にしたときに、え、用意どんでね、えー、同じとこからスタートしても厳しい戦いになるとは思うんですけれども、えー、客室的にね、彼らよりも後方の位置取りになる可能性が高いです。ヒーローコールね。二頭が互いに削り合って展開が向くみたいなパターンぐらいしか希望がないんですけれども、 えー、まあ、その上ですねえっとちょっとヒーローコール出走するかどうかわからない部分があるとのことでマンダリンヒーローはねすでに回避が欠点しているんですけれども、まあ、こちらのヒーローもねちょっとどうなるかわからないというところでまあ一旦ここは B 評価までにしておきたいかなというふうに思っております。 はい、えー、次はブルーマリンシェールですね、C 評価になっております。羽田杯が7着で、えー、東京ダービーが6着ですね。まあ、十分健闘している馬だと思います。よく走れていると思うんですけれども、まあ、格付けはね済んでしまっているのかなというところですね。舞台に変化があるわけでもなく、えー、多い変わらず多いの2000メートルですので、まあえー、大きくペースが乱れたりしてね、えー、後ろからということになったりしたら、ワンチャンスというところですね。 はい、ミックファイアです。S 評価とさせていただきます。えー、ここまで5戦5勝、えー、無敗で羽田杯と東京ダービーを制して2冠というところで、えー、めちゃくちゃ怪物ですね。全レース強いです。えーまあ、前走、えー、東京ダービーの内容が圧倒的だったというふうに思っております。 えー、ースタートからね、逃げ馬の番手にポジションを取ってですね、えー、ボヌール・バローズですね。で、えー、余裕で一周回ってきて、えー、ボヌールバ・バローズをもう4コーナーではね、かわして、えー、先頭に立ちました。で、そのまま上がり3ハロン37秒0。えー、今回のこのレースのね、上がり2が37秒5だったんですけれども、えー、強烈な末足を使ってね、えー、2着のヒーローコールとは6馬身1.2秒差つけての圧勝というところですね。まあ、ヒーローコールもね、えー、っと、ミトノー零0.8秒差3着までは走れているというところで、十分な力がある馬ですね。まあ、ヒーローコール自身、羽田、 はい東京ダビーに、えー、2着2着と来てますので、まあ、ミックファイヤさえいなければぐらいの感じですからね、えー、まあ、十分な力がある馬をまあ、これだけ、えー、ちぎって、えー、怪物なのではというところですね、ま多、あ、い 2000m っていう舞台に変化がないことも好材料ですね、まあ、今回過去最強との呼び声が高い地方ダート組が中央組をねじ伏せるっていうところでね、えー、まあその準備は整っているかなというふうに思います、まあ、S 評価は打っておきたいですね、文句なしです。 はい。ライズゾーンですね。これ C 評価になっております。えー、前走東京旅10着ですね。まあ、レースの舞台が同じでメンバーレベルはさらに上がるので、まあ、ここは厳しいかなというところです。 はい、えー、ここから、えー、JRA 組、中央組に入っていきたいと思います。えー、1投目、JRA 組、1投目がお祭り男で B 評価です。まぁ、あ、前々走のね、ニュージーランドトロフィーは何で使ったのかわからないんですけど、まあちょっと度外一というところですね。で、えー、ユニコーンステークスは一度りが若干後方すぎてですね、まあ上がり2位は使えてるんですけれども、えー、届く展開ではなかったからというところですね。で、全日本優秀でですね、小回りコースはやれているんですけれども、まあ今回前に最強2投を置いて、で、さらに、えー、距離延長っていう形になるので、非常に厳しいかなというふうには思います。 ペースが乱れてね前が崩れたっていう風になった場合ですね、まあ、末足は十分ありますのでワンチャンスありそうというところで B までという風になっておりますはい、えー、2投目ですねオーロイ・プラータです、えー、B 評価になっております 前走が自己条件の2勝クラスを勝って賞金加算というところですね。まあ、こうなったのは、えー、と3走前の伏流ステークスで5着に負けたからですね。まあ、正直、ミトノートの格付けは済んでるかなという感じです。でまあ、逆転できるとすればね、えー、と2強が削り合った展開、えーまあ、もう前でね2頭がすごい削り合って、えー、両方垂れましたとなって、でまあ、すごい前でついていった馬もペースが速くて垂れましたとなったら、客室的に、ねえー、と後ろからの馬なので、まあ、逆転の可能性はあるかなというところで B までにしておきます。 はい、えー、キリンジですね。前走兵庫チャンピオンシップの2着です。えー、1着だったミトノートはね、えー、6馬身付けられてしまったんですけれども、まあ、このレースね、えー、名称オーロラが3着に走ってるのかな、なんですけれども、えー、まあ、 メンバーレベル自体はね、低くなかったというふうに思っております。で、えー、その中でね、上がり最速を使って2着でしたので、まあ十分評価できるのかなというふうに思っております。えー、今回のメンバー内であればね、えー、まあ2強を除けば能力上位だとは思いますので、逆転のチャンスがどっかであってもいいかなというところで、A、評価です。 はい、えー、ご来光ですね。C 評価になっております。えー、門別でのね、JBC2 歳優勝っていうのは勝,勝利したんですけれども、まあその後ヒアシンステークスと、えー、UA ダー,ビーダービーがね、走れませんでしたというところで、まあ海外は度外視するにしてもね、今回はちょっと距離延長もあって、えー、まあメンバーレベルも上がっているというところで、まああまりプラスに働く材料が彼にはないですね。ちょっとここでは荷が重いかなというところで C 評価です。 はい。低王リカードですね。B 評価ですえ。ここまで結果を出したレースはですね、すべて花を切って、えー、逃げて運んだレースですね。今村聖奈が乗って、えー、15着だったレースがあったと思うんですけれども、まあ、そこは、えっと、後ろからの競馬になってたというところで、まあ、今回はですね、競り合わなければいけない相手が、えー、最強の2強がいるというところで、まあ、そこがなかなか苦しいのかなというところですね。まあ、この馬自体は、2、えー、強との、ね、格付けは済んでいないんですけれども、2、まあえー、強が前走ってて、えー、自分は花を切れない。 というパターンになると、まあ、この馬の得意展開ではないというところで、展開があまり向かないですね。で、まあ、距離延長もね、2ゲームですので、あまりプラスではないというところで、まあ、人気するようであれば消してもいいかなというところの B 評価です。はい、えー、水戸のですね、S 評価にさせてもらいます。えー、これも怪物クラスですね。 兵庫チャンピオンシップをね、勝てるのは、まあえー、とメンバーレベル的にも正直妥当うかなという感じなんですけれども、この伏流ステークスの内容が猛烈ですね、えー。このレースの2、4、5着がですね、後方の位置取りからまくったりして追い込んできた馬たちで、要はね、かなり前崩れの展開だったんですけれども、それをね、 自分は、えっと、マイペース逃げから、えー、直線さらに突き放して買っちゃったというところで、えー、スタートもいいのでね、まあ、今回もおおむね花を取れるかなというふうに思っております、えー、でですねここからちょっと展開予想に入るんですけれどもえー、っと水戸の方が、えー、花を切る想定でいます えー、というのも、ミック・ファイはですね、これまでちょっと、えー、羽田杯、東京ダービーともにですね、逃げ馬の番手からで結果を出せているので、まあ、水戸の方が花にこだわるっていう姿勢を見せた場合ですね、ミック・ファイはあえて競り合わずに、まあ、番手っていう形で来ると思うんですけれども、えーまあ、そうなったらですね、かなり、えー、彼らの後ろにいる馬にはし苦しいペースになると思われます。まあ、これはね、えーっと、もうこれまで2頭が、えー、かなり実績を出してきている通りですね。この確かに、えー、特にこの伏流ステークスなんかもその通りで、えゲー逃げ馬のペースが速 すぎて前が崩れているのにもかかわらず見トのは圧勝という形ですねまあそのパターンをこの2頭でやれるのかなというふうに思っておりますでそうなった展開でですね、えー、崩れうるのは2強のうちどっちかなという話になるんですけれども、えー、その場合崩れるのはミックファイヤーの方かなというふうに、えー、個人的には思っておりますまあ番手でね、えー、っと引っ張られるにあたって、えー、まあこれほど強い人間はとはね、えー ミックファイはこれまでやれてきていませんので、まあここをねえっとまた違う形で展開する可能性もありますが、まあ今のところはえミノーの方に部があるのかな、展開的には部があるのかなというふうに考えております。はいで、えー、最後にユティタムですね。A 評価となっております。えー、新馬戦がねペリエーロの2色で、その後3連勝でねここに参戦するわけなんですけれども、まあ自力は認めざるを得ないかなと思っております。かなり強いですね。でまあでも A 評価とはしたんですけれども、ここ B, 評 B 寄りの A 評価という風に言わせていただきたいと思います。かなり不安要素が多いからですね。え不安要素としてえ、1つ目、コーナー4つの 2000m 線が経験ないですね。で、さらに距離も延長。で、えー、相手関係がね、これまで勝っ たたとははいえあまり強くはなかった、まあ、この世代の一戦級はミトノーとか、えー、ミックファイアですので、とはなかなか言えず、えー、メンバーレベルがちょっとグッと上がる感じになるので、そこが厳しいかなというところですね。で客室的にミックファイアのね番手あたりになるかな。要は、えー、ミトノーが逃げてミックファイア2番手、ユシタム3番手とかになるかなというところで、まあ、これまでやったことないレベルのね、えー、強い逃げ馬たちにのペースで走らなきゃいけない、それに追走しなきゃいけないというところで、そこもまあなかなかマイナスかなと という,ふうに考えておりますでこれで追走にね苦労した場合ぶっ飛ぶことまでありえる要はえー、っと匂いのペースについていけなかった場合に、えー、もうそのままバテて沈んでしまうということまで考えられますので、まあ、自力を評価してね A にはするんですけれどももし3番人気とかでねしっかり人気してるようだったら消してもいいかなというふうに思っております。 はい。というわけで、S 評価がミトノオとミックファイアー。で、A 評価がキリンジとユティタムという風になりました。えー、そうですね。えー、かなり、これはもう、 人気順通りになるのではないかなという感じなんですけどもまあ、えー、ミトノーミックファイアについては、えー、ちょっと強すぎるのでかなり硬いのかなというところですねでまあ、まあ、タイトルホルダーに近いような競馬を、えー、しますので、まあ、なかなか逆転できるパターンがむ難しいですね、えー、まあどちらかがこう引っ張りすぎて沈むというパターンですねぐらいが、えーまあ、想定できるのかなという感じで、えー、非常に難しいところですね今回ねでまあ逆転できるとしたらキュ麟11玉あたりというこで いう,ふうに考えておりますはい。というわけで今日の動画は以上になります。競馬好き4人が競馬に関する幅広い動画を投稿中というところで、えー、我々ね、えー、このやって、えー、2歳戦であったりとか、えー、重症の予想だったりやってますので、えー、よ,よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい。以上になります。